さあ、まもなく試合再開の時を迎えます。後半は大阪府警のキックオフにより試合再開となります。前半を終えまして、磯野スーパースターズ7点、大阪府警シリーズ0点、磯野ワンタッチダウンリードという形になっていますが、試合そのものは非常に緊迫した拮抗した戦いになっています。その状況を打開するのは果たして後半いずれのチームになりますでしょうか。まもなくその試合が始まります。大阪府警キックオフキッカーは6番の平石、流通科学大学出身のプレイヤーが務めます。さあ、磯野リターンに入ります。さあ、中央突破上がりましたが、リターンは19番、これは自陣28ヤード付近で止められ、この位置からの攻撃という形になります。リターンは19番は五十嵐、東北大学出身のルーキーです。磯野、まず後半最初の攻撃に入ります。ボールオン自陣29ヤードからファーストアンテン。パス成功。これは大阪府警17番がタックルし、ゲイン約5ヤードで留めました。しかしパスは成功しまして、ワイドレシーバー15番見事にキャッチしております。磯野、15番は伊藤、北海道大学出身のプレイヤーです。磯野、自陣35ヤードからセカンドダウン5。ナイスラン、ファースター。クォーターバック18番、右オープンへの QB キープ。相手ディフェンスの間を縫うように右オープンに展開し、攻撃権更新としました。磯野ファースター、素晴らしいラン決めました。磯野スーパースターズクォーターバック18番は田中、岐阜大学出身。磯野、相手陣42ヤードからファーストアウンテン。今度はランニーバック22番にボールを託しました。22番密集点突っ込みまして、約4ヤードのゲイン。磯野、相手陣38ヤードの位置に入りまして、セカンドダウン6。パス成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、
不正なフォーメーションでオフェンスを展開しました。先ほどのプレーは無効となりまして5ヤードの抜退です。5ヤード抜退しセカンドダウンやり直しとなりました。アメリカンフットボールには最前列に入る選手、後方に入る選手の人数の制限があります。11人の配分を誤りますとイリーガルフォーメーション不正な体系となり反則という形になります。厳密に言いますとアメリカンフットボールはオフェンス最前列は最大7名、そして後列は最大4名と決まっています。この人数を超えますとイリーガルフォーメーションという形になります。ただし最前列のラインマンを7人以上にすることは許されています。しかし引き算になりますがバックスは少なくとも4人以上になることはありません。先ほどのフォーメーション、最前列の人数が最前列に達さず6人という形になり、5人バックスが存在する形になっていました。これによる反則としてイリーガルフォーメーションが施行されました。しかしここで審判団が再協議し、フォーメーションに異常はなかったという判断になりました。したがって先ほどのパスが成功という形で判定されまして攻撃権更新です。磯野ファースター、見事なパスキャッチを決めましたのは磯野スーパースターズ4番一野、岐阜大学出身。さあ磯野相手陣31ヤードからファーストダウン点となります。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、揃ってスタートを切りませんでした。先ほどのプレー、ワイドレシーバーの選手が本来のスタートよりも若干フライングする形で動いてしまいました。これにより不正なスタート、フォルススタートになりました。5ヤード抜退し磯野ファーストダウンやり直しです。ボールオンは相手陣36ヤードからファーストダウン15。パス不成功。ここでクォーターバック18番、まずパスプレーに転じました。ターゲットは4番でしたが、このパスは通らず、パス不成功となっています。ダウン1つ失い、セカンドダウンに変わります。磯野、相手陣36ヤードからセカンドダウン15。ここでクォーターバック18番、自ら中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これを大阪府警見事に対応しまして、むしろロスプレーとしました。さあこれによりまして磯野のさらに5ヤード下がりまして、磯野の相手陣41ヤードからサードダウン20の状況になります。さあここで磯野、一人だけ動かしていいワイドレシーバーをモーションさせまして、そこへのシャベルパス、下からの前パスを投じ4番に走らせました。
左オープンの展開を期待しましたが、しかしこれも大阪府警ディフェンス集まりよくノーゲインとしています。これにより磯野スーパースターズフォースダウンに入ります。磯野フォースダウンロングでパントフォーメーションを選択しました。一旦この陣地挽回のために攻撃放棄を行います。このパントはサイドラインに埋まりまして、大阪府警陣20ヤード付近でボールデッド、25ヤード付近でボールデッド、この位置での攻守交代となります。さあ磯野の攻撃しのぎました大阪府警、自陣27ヤードからの攻撃に入ります。大阪府警ファーストアンテン、ここでホイッスル。現在チェーンにトラブルがありまして、その補正にレフェリータイムアウトが入っています。しばらくお待ちください。失礼しました。ここで負傷者が発生しているため、ここで一旦レフェリータイムがタイムアウトが入ります。さあ試合再開になります。大阪府警自陣27ヤードからファーストアンテン、ナイスラーファーストラニバック17番ハンドオフを受け、左オープンへのランプレー、相手ディフェンスをまくり大きく前進し攻撃権更新です。大阪府警ファースター、見事なランプレーにより大阪府警まず陣地を大きく戻しました。自陣47ヤードからの48ヤードからのファーストアンテン、さあここで中央へのランプレー、パワータイプのフルバックに中央への突破を突っ込ませました。しかしこのランプレー磯野ディフェンス陣踏ん張り、ランプレーによるゲインを約2ヤードにとどめています。しかしこれによりまして大阪府警相手陣に入りました。相手陣49ヤードからセカンドダウン8、さあここでリードオプションを展開しようとしましたクォーターバック4番、しかしここでボールをマフ、確保しようとした際にもたつく間、磯野のディフェンス陣の猛襲にありまして約2ヤードロスという形になりました。ここで負傷者が発生したことによるレフェリータイムアウトが取られています。
さあ試合再開となります。大阪府警自陣47ヤードからサードダウン11。パス不成功。ここでロングパスを閉じました。ターゲットは19番。しかしこのパスを磯のスーパースターズディフェンスバックが見事にパスカットし、パス不成功に終わらせています。これにより大阪府警フォースダウンの状況に入ります。大阪府警ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。さあタイムアウトを届けまして、大阪府警フォースダウン11で試合再開となります。ボールオンは自陣47ヤード。大阪府警パントフォーメーションを取ります。さあ大阪府警ここは低いパントを蹴りまして、このパント転がりよく磯野陣10ヤード付近でボールデッドとなり、この位置での攻守交代となりました。大阪府警パンター6番平石、素晴らしいパントにより相手陣地に奥深くのところで攻守交代としました。攻守変わりまして、磯野スーパースターズの攻撃と変わります。磯野ボールオン自陣10ヤードからファーストダウン10。さらに行きます。ナイスラン、ファースト。ランニバック25番ハンドオフを受けて中央突破、相手ディフェンスの間をまるで周りに誰もいないかのように一気に独走、そのまま一気にエンドゾーン手前まで攻め込みました。素晴らしいランプレーにより磯野ファースト。そのラン決めましたキャリア25番は宮部、北海道大学出身。さあ磯野相手陣17ヤードからのファーストダウン10。さあ中央へのランプレーでオフェンスラインマンも加わりまして、非常にパワフルなランプレーを展開します。キャリアは22番。このランにより約5ヤードのゲイン。磯野相手陣12ヤードからセカンドダウン5。
さあ再び中央でのプレーだが、これは大阪府警のディフェンスライン陣が殺到し、このランによるゲインは1ヤードにとどめています。磯野、相手陣11ヤードからサードダウン4。さあここでクォーターバック自ら突破を図りましたが、ここでボールをファンブル。幸い磯野が抑えていますが、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。磯野フォースダウン4、フィールドゴールトライ、キックレングス28ヤードのフィールドゴールに挑みます。キック失敗。磯野このフィールドゴール失敗となりまして、このシリーズ無得点となりました。攻守交代となります。さあ先ほど磯野の猛攻によりまして、一気に失点となる危険を強いられました大阪府警でしたが、この攻撃をなんとかしのぎ攻撃権を得ることができました。大阪府警自陣20ヤードからファーストダウン10で試合は再開となります。大阪府警ファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック13番プレイアクションから左にロールアウトし、そこからロングパスを投じましたが、これを磯野ディフェンスバックが見事なカバーをし、パス不成功としました。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、磯野スーパースターズ7点、大阪府警シールズ0点で、ワンタッチダウンリード差で最終クォーター第4クォーターに入ります。